こんにちは。元美容部員、海外コスメが大好きなまいです。今日はですね、唇の縦じわ、あとは甘皮をなくす、つるんとしたリップに仕上げる唇ケアについてご紹介していきたいと思います。私ですね、めちゃくちゃ縦じわが多い人で、もうマットリップとか塗ると、もうマットリップがもうその縦の中に入り込んじゃって、もうね、使えるようなもんじゃないんですけども、しっかりこの保湿ケアするとある程度はちょっとマシになると言いますか、ちょっと良くなりますので、よかったら参考にしていただけますと嬉しいです。では動画スタート。はい、ではまずね、何もリップ塗ってない状態からやってきまして、ちょっとお見苦しいんですが、リップにするとこんな感じで、マジで縦じわが多いし、ちょっと皮、甘皮も剥けるし、ちょっとね、赤くこう皮が剥けちゃって赤くなってるところもあります。で、使っていくものがこのワセリンとサランラップです。で、これね、ドラッグストアとかでも買えますので、まず使っていきます。で、このサイズでもだいたい300円ぐらいだったかな。で、大きいものになるともっと割安になると思うので、でもここが大事なのは、惜しげもなく使うこと。もうこれぐらい取りますから。で、取って、あ、ちょっと取りすぎた。これぐらい取って、もうこう 2,3 ミリかな、枠になるぐらい塗ります。ラップを切ります。ここにピタッと、では時間が経ったので取ってきます。はい、ちょっとアップ失礼します。さっきよりもすごくツヤっとしてるのがわかるかな。ちょっと今化粧しちゃってメイクがめっちゃ濡れてるんですが、さっきと違って本当にここ辺が血色が良くなってるし、縦じわが薄くなってるのがわかると思います。これ本当に良くて、まあどのリップでもいいんだけど、ワセリンが一番安いし、なんか贅沢使いができるので、私は一番ワセリンがおすすめです。で、今はメイクしてる時だったんだけど、基本これは夜のスキンケアの時にやってあげると時間短縮にもなるし、このままつけたままスキンケアしてあげると私はいいと思います。で、おすすめなのが2つあって、どっちもショップインで買ったんですけど、1つ目がこれ、レブロンのキスシュガーミントっていうやつで、これがなんとスクラブになってるんですよ。で、これね、めちゃくちゃ人気らしくて、なんかどのお店でも結構みんな何店舗回ったって書いてあったんですけど、これ結構スクラブってこういう丸いタイプでこうやって塗るの多いんですけど、これスティックになってるの。だからこれをね、塗るとね、スクラブがグリ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 入ってくるんですよ。で、こうやってなじませます。で、こうすると甘皮がすごい取れるの。だからこれでもいいし、あとめちゃくちゃいいのは、スクラブって結構洗い流すんですよ。でもこうやってやった後に洗い流す。で、結構めんどくさくて私もやらないんだけど、これ洗い流さなくてもいいスクラブなんですね。で、これ確かね、1000円もしなかったので、めちゃくちゃおすすめでした。で、結構これを夜塗ったまま寝る方とかいたんだけど、私はこのスクラブでゴリ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 ってやって、これは甘皮処理として、朝メイク前にこれでやって化粧符っていう感じで使ったりもしています。これはね、本当に1本持っておくと便利かなと思います。もう1個がね、私これ中学生ぐらいから使ってるエトゥセのリップエディショングロスっていうやつです。で、これね、前パッケージはピンクだったんだけど、ちょっとパッケージ変更したんですけど、これがすごく良くて、こういうタイプね、塗るっていう感じ で、これを塗ります。これ私は寝る前にたっぷり塗ってます。で、夜の寝る間ってめちゃくちゃ乾燥するので、この間はたっぷり保湿してあげてください。で、こういう感じですごくね、ツヤっとします。こんな感じ。うん。めっちゃツヤってするでしょ。これは私は基本、メイク前の、メイクしてる最中の保湿か、寝る前につける感じにしてます。で、これね、口紅の上にこれを塗って、グロス代わりにしてもいいんだけど、そうするとね、ここにね、よれてくるの、口紅が。私はそれがあんま好きじゃなくて、基本口紅はつけてない時の保湿として使ってます。はい、で、これもだいたい1300円ぐらいかな。で、持っておくと便利かなと思います。今リップケアをした後に口紅塗ってみました。こんな感じです。いつもはね、本当にもっと、私縦じわが多いからみんなあんま効いてないだろうって思うかもしれないんですけど、私にとってはすごくこれね、いい方なんですよ。縦じわがない感じで、
あの甘皮も処理されてるのでこう塗って2、3時間経ってよく皮がむけたりするんだけど、それもなくなりますので、本当にこのケアおすすめです。今塗ったのはねこのロムアンドなんですけど、ぜひやってみてください。いかがでしたでしょうか。今の時期ね、特にやっぱり唇とか乾燥すると思うので、お肌と一緒で唇も角質ケア、あとは保湿をとにかくメイン、この2つをやってあげるといいかと思います。もしこのチャンネルが良いと思えばチャンネル登録グッドボタンお待ちしております。ではまたねー。